こんにちは、トムです。先日この動画で最近踊る時に上下の色を合わせるのが好きと言ったのですけど、私服でも同じで、今日は私の私服の中からセットアップオールインワンとかも込みかな、いくつか紹介したいと思います。喋るのちょっと慣れてきた？どう思う？いやでもちょっとまだ違和感感じてんで、さあ行ってみよう。まずはこれ D ホリックだったかな、柔らかい生地なのでこんな感じでボサってきてもいいと思うし、ベルトなどでウエストを絞ってもありかなって思います。いや色はもちろん、なんか生地感とかもすごい良くて伸びるし、シルエットがめっちゃ可愛いのに着てて全くストレスがないところが気に入ってます。続いてはこのクロエのつなぎです。オールインワンですね。上下がつながってます。ちょっと裾にかけて絞れてる感じかな。何が可愛いって、この首詰まってるところがめっちゃ可愛い。グレーなのもいいですよね。なんかこんな感じで赤ベルトしてきてます。実はこういうのも着ます、ワンピース。いや何が可愛いってこの帽子やわ。何年か前に麦わら帽子が欲しいなと思った時期があって、でもなんかよくある麦わら帽子絶対嫌やなと思って、で探し当てた結果これになりました。こんな感じで留めれるところがあるので髪の毛に引っ掛けて、めっちゃ気に入ってます。めっちゃダンサー感強いんですけど、これもリゾート地でめっちゃ着たいなと思ってます。一番最近買って早く着たくて仕方ないのはこれです、ワンピース。これめっちゃ可愛い。いや柄が可愛い、あと色味なんかちょっとアイボリーな感じ、グレーとまではいかんけどっていうような、ちょっと上品に見せたい時着ようかなと思います。これは2020年春に着ようと思って買ってたんですけど、コロナが来て着ずに終わりました。なのでこの間のミキホとの動画で衣装にしました。ザ・シンプルなベージュな上下です。あ、ピアスないから男の子みたいに見えるわ。 OK、 これもほぼオールインワンみたいな感じで、とっても着やすいし、着やすいことが一番やな。これ秋冬あたりにめっちゃ着てたんですけど気に入ってます。これもつながってるタイプです。レストルームで大変なやつ。でも色がめっちゃ可愛いし、生地感もサラサラしててすごい着やすくて、ちょっと綺麗めでいたい時これ着てました。今年も着るでしょう。このデニムのつなぎもめっちゃ気に入ってます。可愛い。なんかこういうデニムのつなぎ、なんか細すぎずでかすぎずちょうどいいぐらいのを探してたらアナップにたどり着きました。アナップとか多分10代の時に買い物してた気がするけど、スーパー久しぶりアナップです。っていうかほぼつなぎオールインワンワンピースでしたね。セットアップが多いと思ってた。あ、セットアップは踊る時用のめっちゃ可愛い衣装に多いんや。また踊る時バージョンのお気に入りのセットアップも近々紹介したいなと思うので、ぜひ皆さんも上下揃えて街へ出かけてみてください。あくまでも気をつけてね。じゃあ見てくれてありがとう。バイバーイ。